まあ、七尾が細川の後が、小笠原。細川忠興が持ってきたんだね、あの祇園太鼓もね、うん、八坂神社も。じゃあその御船の何でしたっけ、無法松の一生を話題にしてくれということですね。違う違う違う、いや祇園太鼓、実際に御船は自分で叩いたのかいっていう映画で。また難しいことじゃあそれはあの宿題ということでブログでお知らせいたします。